モーションギャラリーをご覧の皆さん、ミスル君役をやらせていただきました島村舞香です。ミスルブライロー役をやりました白井光弘です。たった今96分間クランクアップしましたお疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか。そうですね、今回の、96分間は基本的にはあらすじだけの、役者がみんな、アドリブ芝居でね中心にやってきたわけですけれども、もちろん役者も大変なんですけども、スタッフさんもねすごい一生懸命大変なところ頑張っていただいて、非常になんかいい感じでお芝居もできましたし、いい感じで撮っていただけたんじゃないかなと思っておりますね。シリーズ的にはねこれが3本目になりましてね、はい、前回よりも随分なんていうんですかね、スムーズにいきましたし、役者陣たちもなんかこううまいことこう話を盛り上げるのになんか上手になってきたなと思いまして、はい、今回初めてこういった作品に出たんですよね。そうですね、こういうアドリブ芝居というか、この3部作になってるんですけれども、私自身は今回ゲストとして呼んでいただきまして、白井さんをもう主軸にっていうか、もう本当に引っ張っていただいてありがとうございましたって感じなんですけども、私自身ほとんどアドリブ芝居とかっていうのをしたことがないので、舞台の経験もあんまり多い方ではないですし、本当に現場入るまで不安で不安でしょうがなくて、あ、この作品は96時間っていう作品をオマージュしたと申しますか、そういう作品なんですけども、本当に不安すぎて4回も5回も6回も本当に見て、その中で私が本当に自分がやらせていただくパパの娘の役なんですけども、もうその子のセリフとか言い回しとか何度も何度もノートに書き出したりとかして、もうそうやってどういう子なんだろうってすっごい勉強したんですけど、実際にここの現場に入ると台本がないから、全然自分が持ってきたものとかってどのタイミングでどう出していいかとか分からなくて、なんかすごい助けてもらったなって感謝してます。まあね、みんなこう助け合いながらっていうよりも、まあみんながいい部分を引き出し合いながら、この作品を作ってったんだと思うんですけど、基本的にはね96年を題材にした作品なんだけども、要所要所でね、主演のリアさんが演じた いろんな映画のそうですね、なんかまあ今ちょっとここでは言えませんけれどもいろんな映画のパロディ的なところのワンシーンワンシーンがいろんなところで出てくると、 あそことあそことあそこですね。そうですねだからね、僕もねなんか、そういった部分で言えばね、そのリーアムさんが出演した映画のね、まあ一応僕はリーアムソンさんみたいな感じで役でやらせてもらったんだけどね、そういったところの、まあ、いろんな映画のワンシーンワンシーンを取り入れられて、まあこう役者としてねなんか楽しんでし、お芝居もできたし仕事もできたし、作品的にもねきっと見てもらってる人たちもいろんなところのそういった部分がこう垣間見えるんで、また違った意味でも楽しいんじゃないかなと思いますけど、そうですね、あとなんか役者それぞれがやっぱ台本がないからこそ、お互いの空気を知ろうとしてる、お互いが役者同士が知ろうとしたりとか、読み合ってるっていうその空気感もちょっと楽しんでもらえると、またさらに楽しく作品見ていただけると思います。そうですね、はいで、今回は、その私たちのこの作り上げた作品の、皆様に、ご支援を願いたいということで、私たちのお願いに参りました。はい、一生懸命頑張った作品です。何卒よろしくお願いいたします。お願いいたします。